はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、年末にあれ作ったじゃないですか、激痩せ、即痩せ高野豆腐パウダーね、作ったんですけども、それを使った、野菜スープをね作っていきます。久しぶりにというか、まあちょっとね、それがせっかくあるんで、どうやって使ってるのかをね、皆さんにね、見てもらおうかなと、お披露目したいと思いますんで、じゃあ早速作っていきます。頑張るぞ。はい、ということでね、キッチンにまた来ましたよ。今日はね、キャベツ、レタス、で、これは高野豆腐パウダーね。あ、ウインナーね、冷凍のウインナーっていうのをこれを使っていきます。これをね、とりあえず切ります。切った野菜を一回ザルで入れて洗います。一応ね、洗わないとね、種に入れます。で、これ置いときます。レタス、めくって、レタスはちょっと大きめにしようかな。はい、これもザルに入れて洗います。こういうのね、流水で、まあ、僕みたいにね、骨髄移植して、食事制限とかある人間は、野菜とか、まあ、そういうのはね、一応流水でしっかり洗わないとダメだよっていう決まりが一応あるんで、ちゃんとね、洗います。またお鍋に入れます。はい、わかりました。次は、ウインナー、2本、3本にしとこ。3本を、もうとりあえず適当に切って、これはもうこのまま入れますね。はい、入れました。次に、お水を入れます。お水はこれでお椀で測りますね。食べれる、まあ、飲める分ぐらいの水を入れて、そのまま入れまして、あとは、沸騰させるだけです。ほんで、レシピによりますと、大さじ3杯、即痩せ高野豆腐パウダーを大さじ3杯入れるだけで完成です。大さじ3杯。大さじ探さなあかんかな。大さじありました、大さじ。これね、3杯、この前作ったタッパーに入れたんですよ、ね、3杯入れます。1杯、2杯、3杯、入れました。さあ、これで混ぜた方がいいかな。混ぜましょう。ああ、すごい。なんかこれまだ沸騰してないですけど、見た目がもうスープになってますね。見えるかな。はい。どうでしょう。見た目わかりにくいかな。こんな感じです。あ、こぼれる。あかんか。このまま蓋をして沸騰するのを待ちます。
はい、沸騰しております。スープっぽい、いつも飲んでるスープとはまた違うやつです。こっち見える？こんな色、こんな色でございますね。スープっぽいでしょ。さあこれを入れます。入れるんですけど、入れるんですけどね、僕猫舌なんで、これすぐ食べられへんのですよ。だからもうちょっとだけ冷まします。湯気なくなるぐらいまで冷ましますね。お、じゃあそろそろ、じゃあ座りましょう。これね、湯気がなくなりましたんで、いただきます。食べてみます。どんな味なの。匂いは、お出汁、鰹節と高野豆腐とジンジャーのほのかな香りがします。いただきます。絶対栄養満点なんだろうな。めっちゃフーフーする。猫舌なんで、ね、怖いんで。うまい。うまかったら笑けてきますね。ああいいな、ジンジャーがほのかに来る。やっぱり後から来る。この高野豆腐がちょっと粗めに砕かれてる感じなんで、そこまで溶けきれへん口触りのザラつき感もまたちょうどいいかなって感じですね。ウインナーは、ウインナーの味の方が強いからウインナー感は消えへんけど、でもこの野菜はすごい、カツオだしとかジンジャーの感じが旬でるからいけますね。お汁もいい感じで、まあ生姜ジンジャーがもうちょっときつくてもいいかなって、まあ、これお好みでね、それぞれ皆さん入れてもらったらいいと思うんですけども、うまい。お汁うまい。ちょっと、ポカポカしてきて、あったまるわ。やっぱり口は痛くないっすね、ジンジャーやったらね。そこまで刺激はちょっとありますけど、口ただれてる分ね。よし、美味しかったですよ。すごいいけてますわ、ほんまに。よし、じゃあこんな感じで、あとはゆっくり食べていきます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。